割と昨日の動画に引き続いて、質問箱からもらった質問に対する答えを、えー、お話していきたいと思いますけれども、今回、えー、来た質問ね、これはいつだ、6月、これも11日か、6月11日に来た質問で、最後に献血に行った年月日っていうね、質問なんですけど、うん、まあ、あの、 質問くれた人には申し訳ないけれど、それを聞いてどうするっていうふうにちょっと正直、まあ思いましたけれどもね、まあ興味あったのかな。まああの結論から先に言いますと、えー、僕ね、献血したことないんですよ。で、どうしてないかっていうとね、これね、体質的な問題なんですよ。で、あのー、 ええと、まあ、今、法律的な問題だと思うんですけれども、えー、従業員の健康状態を毎年把握するっていうことが、まあ、会社なり組織になりね、多分求められてると思うんだよね。で僕が今の大学に就職して以降、毎年、 秋に健康診断っていうのがあって、その健康診断の時には必ずこう採血っていうのかなこの血を抜いて、そしてその血を分析して、えー、内臓機能がね、ちゃんとしてるかとかね、体の中問題ないかみたいなことを調べたりするような検査をしてるんですよ。 で、まあ要するに血を抜くわけですよ。注射をして血を抜くんですけれども、特に就職して、まあ、僕が大学に着任したのは2005年ですけれども、そこからね、10年ぐらいの間は、まあ、今要するに10年以上経ってるわけですけども、10年ぐらいの間っていうのはね、2年に1回ぐらいのペースで、採血でこう血を抜くと。血を抜いて抜かれた後にね、ふらふらになったんですよ。 つまり、その、血を抜かれることによる、まあ、貧血みたいなものが発生して、ちょっとフラフラになるみたいなことがあって、で、その、いわゆる採血ね、健康シーターの採血なんていうのは血を抜く量って、まあ、例えば、まあ、このぐらいじゃないかと思うんですけれども、これがさ、献血になるともっと多い量になるじゃない。でそのもっと多い量の血を抜いたときにね、やっぱりフラフラになるだろうと。 思っていて。で、これは、あの、採血をして、フラフラになって倒れて寝込んだ時に、看護師さんに聞いたことあるんだけど、まあ、それって、そういうので体質的な問題がありますよ、みたいなこと言われたんですよね。なので、あのー、例えば、注射そのものが痛いから嫌いであるとかいうことは特になくて、まあ、あの、まあ、痛くないわけではないよ。もちろん、その採血の時のね、あの、注射針だって。まあ、その辺に痛いと思いますけれども、僕どちらかというと、痛みには強い方で、 ま、それがいいとも書きないらしいけどね。まあ、あの、別にその、血を抜くための注射をされること、針を刺されること自体には、まあ、あの、ま、耐えられる範囲、我慢できる範囲なので問題ないんですけれども、その後でね、ふらふらになるのはダメなんですよ。なので、えっ、ー、と、世の中に、こう、血を必要としてる人がたくさんいるってこと知ってるし、理解してるんですけれども、ちょっと僕のね、 あの、体質的にそれはちょっと申し訳ないけれどできないなっていうことで、今回のこの質問に対しては、えっ、ー、と、いつですかと言われてやったことがありませんっていう答えにまあなりますと。で、えっ、ー、と、今から8年が10年ぐらい前かな、かなんかに、大学のその健康診断で血を取られた時があってね、やっぱりその時もフラフラになったんですよ。 ふらふらになって、えっ、ー、と、看護師さん二人ぐらいに脇を支えられて、こうベッドみたいなところまでね、連れて行かれたことがあったんですよ。で、それを見ていた同僚というか先輩の、まあ、あの、すでに定年でおやめになってしまったんだけども、K 先生っていう方がいらっしゃって、その K 先生っていう方はね、どんなに飲み食いしても太らない。 っていうね、それはそれでちょっと、すごい体質の方で、で、すごい大変してない方なんですけど、僕よりもずっと上の先輩やし、こう、業界的に見てもね、僕なんかと比べ物にならないような人なん、方だったんですけれども、まあ、えー、先生なんですけれども、まあ、その先生人がね、こう、見た目的には、なんかちょっと、 すごい犠牲で、本当んと犠ですよ。ちょっとね、不健康な感じなんですよ。ちょっと、まあ、ガリガリな感じなんだよね。でしかも、その、食生活を見てると、あの、コーヒー一杯に、この、なんていう、スティックの砂糖を3本、4本入れるような感じの人でね、健康的に大丈夫なのみたいなところあったんですよ。いきなり明るくなったら。まあいいや。で、あ、その、えなんか葉の下がまあいいや。でね、その、K 先生にね、田中さん大丈夫って言われたことがね、ちょっとショックだったんだけれども、 で、まあ、それはそれでね、まあ、言われたんだけれども、それをそれでネタにしたら結構、その、僕のことも、ケイ先生のことを知ってる人もね、えー、両方のことを知ってる人であればね、ちょっと笑えるような感じだったんで、まあ、それはそれでちょっと、まあ、美味しいかなっていうふうに、まあ、ネタにね、変えてる。今、今、喋ってるようにしてね、ネタに変えた部分もあるんですけれども、まあ、とにかく僕はそういう、えー、体質的な問題があって、 で、献血はできませんっていう話です。雑談っていうのかな今までになかったようなタイプの回かなまあいいや、そういう時もあるだろう。クオリティも毎回違うだろう。ほんじゃ、ほんじゃまた。